軽井沢駅。軽井沢駅は、長野県北佐久郡軽井沢町大麻軽井沢にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、品野鉄道の駅である。長野県内の鉄道駅では最東端に位置する。事務官コードは十一万二百一を使用している。九百九十七年、平成九年十月一日に、JR 東日本の北陸新幹線と、 品野鉄道の品野鉄道線が乗り入れ、接続駅となった。1997年、平成9年9月30日までは、JR 東日本の新越本線の途中駅であったが、翌10月1日に、北陸新幹線が長野駅まで開業した際、その並行在来線となった新越本線のうち、横川駅東駅間は廃止された。 当駅市野の家機関は経営分離されて、品の鉄道線となり、当駅がその起点となった。旧新越本線の横川駅当駅間、薄い峠区間には、旧国鉄の最急勾配、66.7パーミルが存在し、これを超えるためにこの区間を通過する列車は、すべて当駅で補助機関車を連結し、横川駅、群馬県まで走行していた。 新幹線開業後の当駅は長野支社の管内となっている。北陸新幹線の開業に伴い駅舎を全面改築し、軽井沢の代表的樹木、白樺をイメージしてデザインされた京城駅となった。旧駅舎は解体されたが、新駅舎開業後に明治期の姿を復元した旧経営駅舎記念館が建てられ、2017年、平成29年により改札口や、 出発窓口を新設して、駅舎としても機能するようになった。また駅舎改築と同時に、南北自由通路が設置され、両端部ともペデストリアンデッキにつながっている。北側に、品野鉄道、南側に JR 東日本北陸新幹線の改札がある。島式ホーム、310メートル2面4線を有する地上駅である。駅構内には、自動改札機。 緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、3台、指定席券売機、駅ネット券売機、売店、ニューデイズがある。なお、当駅は以前ホームドアがなかったため、列車接近時に、列車案内放送とは別に、サウンドファクトリー製の発車メロディー、海の駅を使用した自動放送が流れる。通過線はないが、駅東側、高崎方面に急カーブ。 半径800メートルがあることで、通過列車のホーム通過速度が ATC 信号により、時速100キロメートル程度に減速されるためホームドアは開業当初から設置されてなかったが、後に通過列車が走行する2.3番線ホームには、可動式ホーム柵の設置工事が行われている。駅の位置する標高940.5メートルは、一面2線のホームを有する地上駅で、 一番線が、東端式となっている。また、留置線を有している。ほとんどの定期電車は一番線を使うが、一部の電車のみが二番線を使う。社員配置駅で、出札窓口、ポス端末設置、自動券売機、磁気券を、発売がある。品野鉄道は、開業20周年の記念事業として2017年10月27日、 旧駅舎口を開業した。実物の旧駅舎は、品濃鉄道に移管された1997年に取り壊されており、その窓枠や天井の一部を移築して2000年に復元した町立、旧軽井沢駅舎記念館の建物を利用した。ホームとは、木製廊下で結び、観光列車、六門乗客向けの6、六、う、門、ん、ラウンジ、子供と一緒に遊べる有料待合室。 森のこりスキッズクラブ、長野県小布施町の名物である栗菓子を出すカフェ、佐良育衛門などを併設している。島の鉄道は2017年3月、軽井沢町より旧駅舎を借用して、再び駅舎にする計画を発表し、改装を行った。同年10月に旧駅舎、博物館だった建物を駅として復活させ、改札口や駅事務所、ラウンジなどを設置。 さらに1.2番線ホームと旧1番線ホームの間をデッキでつなぎ、レールバイクなどを設置するほか、保存車両の中を改装して、プラレールで遊べる空間を作るど、3世代で遊べる遊園地を設けた。さらに、駅事務所が移転した後の現役者3階には2018年3月23日、駅中商業スペース、品野屋軽井沢がオープンした。 2018年3月15日に全事業完了。総事業費は約4億円。デザイナーには水戸岡栄二を起用した。元々は地元業者、油屋旅館弁当部が駅弁を立ち売り販売していた。ゴルフボールを片切った容器に入ったゴルフ弁当やテニスのラケットの形をした容器に入ったテニスランチなどが人気だった1986年に撤退した。 2016年現在では、小木の屋が代わりに出店している。品野鉄道の改札前の待合室に併設されている駅そばは、JR 東日本社員のアンケートで全国一となったことがある。小木の屋が営業しており、立ち食いそばとしては、比較的珍しい、注文ごとに生麺から茹でるタイプのものである。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り、 開業後の年間及び1日平均乗車人員の推移は以下の通り。軽井沢は国土、現、プリンスホテルが、筒見安次郎、筒見吉明の2代にわたって長年開発してきたため、西部系の施設が多く点在している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。